ガリナ・ボスコボアは、ロシア・モスクワ出身で、カザフスタンの女子プロテニス選手。これまでに WTA ツアーで、ダブルス5勝を挙げている。自己最高ランキングは、シングルス42位、ダブルス26位。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。6歳でテニスを始め、2002年に、プロに転向。2011年全米オープンにて4大大会では2004年。 全米オープンのダブルスで初出場した。シングルスでは2006年全豪オープンで初出場。シングルスでは3回戦進出が最高成績である。ダブルスでは2007年全豪オープンと2008年全仏オープンでアシュリー・ハークルロードと2013年全仏オープンでクリスティナ・ムラデノビッチとペアを組み3度ベスト8に進出している。ボスコボアは2008年に カザフスタン国籍に変更した。シングルスでは2011年9月のソウル大会の準優勝が唯一の決勝進出であり、WTA ツアータイトルの獲得はないが、ダブルスでは5勝を挙げている。2012年5月7日付のランキングで自己最高のシングルス42位を記録している。ボスコボアはロンドン五輪とリオデジャネイロ五輪の二大会でカザフスタン代表として、 オリンピックに出場している。ロンドンでは、シングルス1回戦で、ハンガリーのティメア・バボシュに4から6、2から6で、ヤロスラはシュー・エドワと組んだダブルスも2回戦で、ロシアのマリア・キリレンコナディア・ペトロワ組に3から6、2から6で敗退した。リオでは、シュー・エドワとのダブルスのみに出場したが、ベルギーのキルステン・フリープケンスヤニナウィック・マイヤグミとの1回戦を途中。 危険している。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル。 S, S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。